18世紀の移動式姿ビデ、トワレットアンティーム花びらのちったばら、ルイレオポルド・ボアイーがビデとは、足を含めた、下半身や、モップなどを洗浄するための器具である。南欧、特に、イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、マルタ、クロアチア、キプロス、アルバニアの一般家庭のバスルームには、シャワー、便器と並んで、必ず設置してあり、 日常生活において必須の設備と言われている。美では17世紀にフランスの家具屋によって作られ始めたと考えられている。初期のものは木製で椅子のような構造で移動式で寝室などに置かれた。住居に上下水道が引かれるようになってからはバスルームに固定式のものが設置されるようになった。洋式便器を使う時とは逆向きにまたがり使用する。 この使用法と形状からフランス語でポーマを意味するビデという名称がついた。ビデは17世紀頃からイタリアで普及が始まり南欧に広まっていった。特にイタリアスペインポルトガルでは1975年にビデの設置が義務付けられ、現在では高い普及率となっている。南欧周辺国でも普及しておりフランスやドイツ、東欧諸国さらには 南米でもかなり普及している。また同じ洗浄用途で、ビデシャワーが設置されている場合もある。これは、東南アジアから、インド、イスラム圏で多く見られ、北欧フィンランドやエストニアでも使われている。洋式便器の便座と蓋を省いたような形状を、している。水を溜めて、手で、肛門や聖器を洗浄する種類と、上向きの水栓がついていて、そこから、水が出て、 直接洗浄する種類がある。女性器を洗うため、否認の目的もあると誤認される場合もあるが、否認の効果は全くない。日本でビデが広まったのは、温水洗浄便座が普及した1980年代以降である。それまでにもいくつかのシティホテルは、浴室等に設置していたが、多くの日本人は、本来の用途がわからないため、 風呂上がりに口をすすいだり、小便用の便器であると勘違いしたりしていたので、当時のホテル専門誌や案内本等では注意を呼びかけていた。マインが、こちら、葛飾区亀有公園前発出所においても、両津観吉と大原部長がイタリア旅行した際、ホテルのビデで顔を洗うというエピソードがある。現在、広く使われるようになっている洗浄機付きの便座には、 ビデという名前の洗浄機能がついているものも多い。しかし、これは、本来のビデとは、主目的が異なり、少使用後の女性機の洗浄を行う機能である。もちろん、本来の目的にも使用できるが、外世機の洗浄のみで、内製機の洗浄まで行うのは、形状からして、困難とされる。TOTO トトや LIXIL などのメーカーでは、整理時などに、 局部周辺の汚れを洗浄する機能として付けられている。スイスやフランス等西洋で風呂、トイレや水道設備がまだ普及していない頃に排便後の肛門や排尿や成功後の性器を清潔に保つために女性と男性によって使用されたものである。風呂や便器が進歩した現在でも並べて美でも設置しているホテル等もある。また、 便所を共同とする宿屋でも、ビデだけは各部屋に設置している場合もある。室内部の洗浄用に携帯用ビデも市販されている。ありがとうございます。